アンシャンレジームとは、フランス革命以前のプルボン朝、特に16から18世紀の絶対王世紀の、フランスの社会、政治体制を指している。アレクシス・ド・トクビルが、アンシャンレジームと、革命、イッポリット・テーヌが、近代フランスの起源を表したことによって、歴史用語として定着した。日本語では、旧体制、旧秩序、旧制度などと訳語が当てられる。展示で、 旧体制を指す比喩としても用いられる。アンシャンレジームを封死したが第三身分者が聖職者と貴族を背負うアンシャンレジームで国民は三つの身分に大別されていた。第一身分は聖職者、第二身分は貴族、第三身分は市民や農民である。このうち第一身分と第二身分はいわゆる特権身分であり免税特権を持っていた。 第三身分は通常国政に関与することはできないが身分別議会である三部会に代表を送り込む権利を持っていた。しかしアンシャンレジーム下で三部会はほとんど行われなかった。この身分制度は固定的なものではなく裕福な第三身分は売介性によって貴族の身分を買うことができた。これを報復貴族という。 幸福貴族で構成される高等法院はしばしば国王と対立した。一方世襲的な体験貴族の中には没落するものも現れた。ルイ14世、ルイ15世の時代の相次ぐ戦争はフランス国家の財政困窮を招いた。ルイ16世は高等法院の復活や三部会開催により打開しようとしたが第1、第2身分の抵抗によって行き詰まり、 不満を持ったブルジョア層によるフランス革命の勃発でアンシャンレジームは崩壊した。その後、ナポレオン政権下においては圧殺されていたが、王党派による白色テロは続いた。1815年のナポレオンの失脚により、アンシャンレジームは復活したが、国内には王党派とボナパルティストとの深刻な対立が残された。最も,もフランス復興を成果の反動的な 政治体制は長続きせず、やがて7月革命で打倒される。ありがとうございます。